はい、それでは続きやっていこうと思います。さて、朝です、朝です。あ、ムーンちゃんがついに動く。おはよう、ムーンちゃん。なかなかムーンちゃんから止まることないですからね。グモーニン。はい、オリマーに恋人がいたら。え、あ、お前ら本当オリマーに。あれ、オリマーとルル前ダメだったんじゃなかったっけ。いや、でもいいと思うよ。2人も合わせてみます。うん、じゃあみんなオリマーに彼女作ると必死やな、住人たちも。よしよし。あ、さあ、次回ね、ちょっとね、住人登録をやっていこうかなと思います。またのリスナーさん送ってくださいました、本当ありがとう。で、なんかルールーがなんか終始笑ってなかったような気がするんだけど、でルールーはホメロスに振られた後やからな、昇進の身やけど。あ、笑ってる笑ってる。あ、前回笑ってなかった気がするんだよな、この辺食事してるやつ。さあ、どうだ。今日はありがとう。うん、こちらこそありがとう。うん、あー、なかなかうまくいかねえなー、もう。なんでよ、もう。合わなかったみたいです。ねえ。でも、むんちゃんも、ちゃんとお友達作んないとあかんで。あ、次は、ルール。あ、そっか、なんで引き合わせようとしたんだろうってことかな。おはようございます。おはよう。どうしても私とオリマーを付き合わせようとしたんでしょうか。似合ってるからだよ。そうなんですか。そんなこと言われたら、前回これ言ったのオリマーだったような気がするんだよな。気になり気になり、どんどん気になっていけ。でも友達じゃないんですよね。よいしょ。よし、じゃあ今朝もやっていきましょうか。募金をまず回収します。いつもありがとう。 22,670円。まあ2万台安定したって感じかな。ない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 。ニュース速報にビビる。ニュース速報です。うん、いつの間に。あ、輸入品や輸入の品店にインテリア屋さんの制服が全色入荷されました。マジか、行くか。他では店内がない服となっていますので。はいはい、移動。ありがとう、かわいい。ちょ、見ていこうか、早速。ようこそいらっしゃいませ。これか、かわいい。え、全色買うんだけど。かわいいね、これ。あ、これエプロンの色が違うのか。これ男も女もいける感じかな。これ、あれだよね、ワイシャツの色が黒っていうのもシャレオッティだよね。お、これ買うなしにいいかもね、全身黒。かわいい、これ。買っちゃった、大人買いだよ。まさに大人買いだよ。あと朝一だな。スイートポテト持ってたっけ。まあ、安いから全部買っちゃおうかな。おまけしちゃうよ。あ、おまけ来た、本当に来た。じゃあご飯を買って。あ、お好み焼きぐらいか今日。あれ、でもお好み焼きなかったんだね、意外。ありがとうございました。あとは帽子とお洋服見ようか。帽子。いらっしゃいませ。あ、デカリボン。お、いいじゃん、これ。寝癖。寝癖っていうか、アホ毛っぽい。リンゴちょ、これ斜めに置いたら可愛いのに、なんで頭に乗っけちゃうかな。なかなかゲームキャラにフィーチャリングしたグッズって出ないんですね。出るかなって思ったのに。王様ちょっと高い、中100戦も。50万え、無理。じゃ、なんか老じいちゃんとかが来たら着せてあげたいけど。デニムのミニスカート、かわいい。バルーンスカート。あ、カラバリがいろいろあるんだね。へえ、これとかなんか秋っぽくてかわいいかも。 V ネックカットソー。あ、純髪かな。ブラウスフレアスカート、あ、かわいいね。これジュージャ姫とかにいいかもしれない。ヤバ様セット、まあ、買えるけどなんかすぐにお金なくなるから買えないな、今すぐは。せっかくね、100万円超えたからね、所持金が。で、ちょっとなんか屋上に誰かいるみたいなので見ていきましょうか。あ、ホメロスだ、お前。
どうしたん？空を見上げてた。よいしょ。さて、じゃあランキング見ていこうか。ランキングドン、人気、わあ女強えわー、データ姫、オリマ、ルイージ、アリーナ、マリオ、スライム、あ、神に抜かされる、ジェイソン、あ、ちょっと待って、え、私めっちゃ落ちてんだけど、コマジロー、顔なし、ムンちゃんね、確かに何もやってない、何もやってない、うわー、あ、セイニャがマイナス29、なんで、モテ男、モテ男はあんま変わんないかな、やっぱり、あ、ホメロス来てるね、新参キャラなのにね、カミュとかリンク抜かしとるからこうマイナス組がじわるんだけど、でモテ女いけ、へー、やばい、ジュリちゃんに抜かされちゃう、ガールちゃんダブルスコアやな、すげーわー、ルールマイナス8、あ、そっか、振られたからな、ホメロスに、よし、じゃあ次はここ上はスライムかな、どうしたの、おはようございます、顔なしに恋人がいたら、あー、ついに、あ、いけ、ジュリちゃんか、つながりあるかな、それでは2人も合わせてみます、行ってこい、行ってこい、いや、あれだね、既婚組の余裕だよね、もともと友達やったっけ、この2人、実際のジュリちゃんは相当気が強いみたいですけれども、顔なしはついていけるんでしょうか、今こんな笑ってるけどね、あ、笑ってない、さあ結果は、今日はありがとう、うん、こちらこそありがとう、これね、うまくいくとなんかまた遊ぼうねみたいな、また会いたいなみたいな言葉を言うんですよね、相手が、残念、お金あげよう、よいしょ、ほい、よし、ありがとうございます、いつもありがとうございます、お、金貨だ、やったー、さあちょっとご飯あげようかな、お、お好み焼きあげようか、よいしょ、いただきます、あ、そうか、もんじゃ焼きあるけどお好み焼きはなかったのか、いや、でもグッジョブだよ、ほんと既婚者の余裕を見せていこうじゃないか、松茸明太子、あと何がいいかな、4分の1を埋める意味で、サラダは多分半分なんだよね、だからサラミか、いただきます、うん、なかなか恋人関係ならんね、うちの住人、よいしょ、あ、ユーナがいるけど、ちょっと待ってね、モヤモヤしてる人たちをちょっと見ていこうかな、マリオ、おはよう、おはようございます、はい、え、マリオはこんな感じ、何か洋食なされたいです、洋食、はい、はい、来た、どんどん、何がいいかな、カレーライスは洋食に入るんだろうか、ちょっと一回あげてみよう、はい、カレー食いてえなー、あ、来た、マリオもあともう少しでレベル20ですね、はい、ありがとうございます、お礼にこれもあげます、よいしょ、あとは、あ、アボカドで埋めるか、はい、いただきます、よいしょ、あとはどうしようかな、誰かな、もやもやしてるの、あ、増えてる、みくちゃん、みくちゃんこれかわいいよね、アイドル AKB っぽい、合ってる、ね、こんな感じ、かなり、あ、ケノピオ不満ってなってんだけど、大丈夫なのかな、あ、ごめんごめん、なんかムンちゃん合わないってなってるし、なんだよ、ゼルダ姫のあれか、手引きか、クソお前ら、マジでよーい、ほんともう親友候補筆頭だったのに、みくちゃん、そう、ゼロ姫なんか吹き込んだでしょ、はあ、もうドロドロです、あ、ドロドロ、
何あげよう。ずいずいずい。タコス、チーズ、チャーハン、トリュフ、とんかつ。あ、ニンニクかな。ニンニク。いただきます。うん。4分の1を埋める食材がね、どん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 少なくなってきてるようになって、おお好きでしたか。あと、あ、コマジロー見るか。コマジローかわいいの、この服。おはようです。おはようです。くしゃみが出そうです。最近不発なくしゃみやっていくぜ。シュ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 やめこまじろはこんな感じです。最近のことはあまり仲良くなってない感じかな。そうだね、うん、みんな友達になれよってな。あ、サラダあげようかな。食べるかな。お、よかった。お邪魔しました。さて次は、あ、ジュリちゃん見に行くか。噂のジュリちゃんよ。おはようございます。おはようございます。ジュリちゃんはこんな感じ。割と最近の子とかね、昔からいる子。あ、でも最近の子が多いかな、お友達の。そう、マルティナじゃない、すげえ仲いいの。あ、お腹空いてんでしょ。ごめんごめんごめん、まあ、ごめんごめんごめん。ご飯あげますね。これにこれは。ジュリちゃんなんか最近入ってきた中の子ではすげえレベルの伸びが早いって思う。もうレベル17だからね。マリオと2レベルしか変わんないからね。よし、やっぱ女の子キャラみんな可愛いからな。ありがとうございます。よいしょ。あと何かな、あげてないの。そう、ご飯もすごいあげてるしね。あ、コーンスープあげよう。はい、いただきます。お礼にこれも。あ、旅行券やった。ちょっとなくなってきてた旅行券。あとは、あ、ベロニカ、おはようございます。おはようございます。うん、ベロニカちなみにこんな感じですね。あ、うん、やばい、ミクちゃんがダントツ言ってんだけど。じゃあ、何でもいいから食べたい気分です。あ、ごめんよ。お好み焼き、はい、いただきます。おう、なかなかベロニカ、なんかカツ丼、アップルジュース、なんだっけ、フグ、フグ刺しからなんかランキングが揺るぎないっていうか、食べ物も好き嫌い激しいよねこの子。よし、お小遣いあげる。よいしょ、みんな3000円ずつっていう。ありがとうございます。次は、お、ククール様、おはよう。あ、なんか風邪ひいてるっぽいな。疲れてるかもしれません。どうしたの、お腹？お腹の調子が悪いです。お腹、胃腸薬だな。胃腸薬30いいことがあるんだけど。いただきます。どうぞ。よかったな。だいぶ調子が良くなりました。お大事にな。の服あげるか。服、襟付きセーター、ジーンズのハーフパンツ、カーディガン、スウェット上下、パーカー短パン、ブカブカパーカー、ボーダーカットソー。あ、インテリアさんの、インテリア屋さんの制服、これいいかもな。よいしょ、はい。おお、いいじゃん。あ、銀貨だった。
オッケー。さあ、ご飯をあげていこう。おかゆ、あ、お好み焼き。はい、いただきます。さあ、ちょっとなんか他の子たちにもご飯をあげていこうかな。またイベントがあったらお見せしようと思いますので、じゃあちょっとサラミ食わせてね。はあ、台風だよ台風。家にいるに限るけどね。いや、みんな気をつけてくださいな。よし、あー、なんかめっちゃ遊んでアピールやべえんだけど。ということで、ちょっとご飯あげつつね、いろいろやっていきたいと思います。あ、ククール様だ。あ、ククールとマルティナ、うん、いいじゃん。おはようございます。おはようございます。マルティナとは仲がいい友達だと思っているのですが、うん、OK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 。 それがマルティナのこともどう思いますか。ナイス、相性バッチリ。そうですか。もっと仲良くなれるということですね。あー、これ先に本当離婚の苦しみから逃れるっていうか、ね、逃れるではないけど、離婚の苦しみからね、先に抜けるのはククル様っぽいな。だってマルティナちゃんかなり楽しいになってるもん。いや、でもいいと思うよね、同じドラクエの仲間同士。ルルーの部屋に出かける。え、ちょっと待って、ホメロス振ったじゃねえかよ、ルルーのこと。ちょー、何やっとるんじゃい。やっと涼しくなってきました。でもルルー合わないかも。なんだ、嬉しい時に使う言葉を教えてください。言葉はほっとく。なんだろうな、ホメロス、なんか代表的なセリフとかあったっけな。ご飯あげて、あ、レベル11。ホメロスは誰を選ぶんでしょうかね。あ、松茸あげよう。はい、いただきます。お、かなり好きだった。おお、1位きたわ。うちの住人なんか高級食材好きすぎだろ、金かかるんだけどってあ、ガーソンが来たぞ、息子ガーソン初めての友達。そう、親子。あ、そうか。あ、友達、あれオリマーとなってたっけ。マジか。お、いいじゃん。いけ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 、いいんじゃない。ちょっと話もしてきます。うん、ガーソンとマリオね、ついにあれか。なんかさ、おじさんが友達になるみたいな、そんな感じ。いや、隣の家に住んでたおじさんがお友達になるみたいな。おお、やったー、おめでとう、ガーソン。友達になりました。うん、ガーソンなんか一見ちょっとね、チャラそうな若者って感じで、ちょっとモテそうだよね、ガーソン。うん、よしよしよし、これにこれもあげます。いいことじゃ、いいことじゃ。ちょ、私はさ、男女の恋愛を見たいんだけど、いただきます。なかなかね、引き合わせはみんなするんだけど、なかなかカップルならんね。オッケー、これにこれも。よいしょ。いや、ガーソンさえ積極的になってるのに、イレブンとリンクはどうなっとるんじゃいって感じなんだけど。ほんとね、ダメなんですわ、イレブンとリンク。あ、マルティナちゃんいようかな。あ、マルティナちゃん今こんな感じ。あ、ククールちょうど、あ、いいんじゃない。あ、ごめんごめんごめん、ちょ、ククール様最高クール。いただきます。今ね、バツイチなんて普通だからね、本当に。もう何度も言ってるけど、3組に1組が離婚する時代ですから、カップルの。いいと思いますよ、同じドラクエ同士だしね。まあ、セーニャもドラクエだったけどよいしょ、いただきます。マルティナちゃん、ジュリちゃんともお友達やしね。いいじゃん、今結構順調な感じだよ。よいしょ、ギター、携帯電話、携帯電話でも出せるか。はい、
よいしょ。お、ジュリちゃん楽しい。うんうん。よし、じゃあちょっとね、ご飯またあげていこうと思います。はい、ではご飯あげてきましたけど、今回はこんな感じですかね。はい、じゃあ最後にミニュース見て終わりましょうか。ちょっと見ていきましょう。あ、たけしだ。次になりました、ミニュースを伝えします。うん、驚きの化石が発見されました。ゲゲゲのゲーム界難の地層を発掘していた状態。めっちゃ無理あるでしょ、これ構成に。マグカップと見られる化石を発見。1万年前の地層だって。現代とほとんど変わらない形状をしていることに。1万年前から陶芸の技術があったってことですよね。まさか。え、聞いてませんでした。うん、はいはい、すごいすごい流してる、はい、はいはい、すごいすごいみたいな。はい、まあ、こんな感じかな今回は。まあいろいろ曇ってますけれども、まあ裏でね処理をしておこうかなと思いますよ。あ、ちょっと待って、あ、芸術スタイルいいな、買ってこう。宇宙要塞よく買ったよなこれ。あ、ホビースタイル、でもインテリア見てなかったね。ということで今回はここで終わりにしようと思います。まあね、いろいろね友情とかね、出会いに頑張ったりとかね、付き合えるように引き寄せたりとかね、いろいろ見られましたね。ということで、じゃあ、次回は新キャラを追加していこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。